はい、どうも、シュウテレビです。お願いします。というわけですね、伊勢子さん、はい、第4弾なんですけども、はい、よろしくお願いします。お願いします。次はラプソードのピッチングの方をやらせていただきたいんですけども、はい、先ほど打ったあのケント君の相方がはぁピッと来る、はい、いいピッチャーなんで、まあ、ショーヘイズでもすごい活躍してるんですよね。まあ、今横目で見ててもね、結構そうですね、結構えげつない球投げると思うんですけど、はい、実際ラプソードで どのような球質だったりなのかちょっと見させていただきたいなと思います。わかりました。お願いします。お願いします。よっしゃ、来た。では、ね、栃木からわざわざね来てくれてありがとうございます。商品シャツも来てるから今もらったやつね、 MVP 賞でね。で、あのラプソードって何回かやったことある？ないです、初めて初。なるほど。じゃあ自分の球質はなんか球速は分かるけどその中身は分かんないです。分かんないです。球速何キロマックス今まで？過去は139です。139、一応一応公式軟式ね。軟式です。軟式139、なるほど。じゃあちょっとここで投げてもらって、まあ球速はもちろん出るんですけど、球速以外にもやっぱ回転数とか回転のこのどう回転してるかっても分かるんで、はい、その辺も見てもらいたいと思います。はい、お願いします。お願いします。はい、おー、早い。おー、早い。出るんかい。まだ出るんじゃない？回転的に。ちょっとシュートセーブ多いですね。綺麗な撮影だった。あ、マジっすか。あ、キャッチャークソラプソードだぞ。あ、これ。29.6。おお、出るっすね。まだ行く？いけるいけるいける。まだ出そう出そう。はい。おお。はい。おお。何本？ここで40出るんじゃないですか。もうちょい来てんじゃないの、そのところは。ホッテルね、ホッテル。おお。エンディング。アセロン効果。効果出た。はい。おお、危ね、垂れた。マスだ。99.9。あ、でも30は出るんですね。多分こっちの方がいいんじゃん。はい。ゴールだ。おーい、ゴールだ。人間ラプソードいいっすよ。29.6。あ、ダメっすね。ダメっすね。はい。聞きたくない言葉聞いたっす。はい。
はい。あれ早いなったね。あれ。いやだ。まあまだ1球目ですか。まあ1球目ですか。ちょっと来てるじゃない？やだ。はい。おお、えぐい。おお、えぐい。これえぐい。お疲れ様でした、お疲れ様でした。さあ、どうでしょうか、結果どうですか、自分の予想通りです。予想通り、まあ、場所とかね、スパイクとかそういうのもあるし、まあ、キャッチャーがキャッチャーってのもあったしまだまだいけると思うんで、まだ若いし来たねえか。ちょっと筋トレして、先ほどの様子が大切です。またね、またこの機会あると思うんで、そしたらまた計測またしてもらって、はい、はい、ありがとうございますありがとうございました。で、肩足かケアして、はい、はい、伊坂さん的にどうでしたか、この彼のピッチング。いや、もうやっぱりね、下半身の使い方もうまいですし、上半身と腕の振りが速いですね、やっぱり、ね、うんうんうん、なので身長がないですけど、その腕の振りでやっぱり計測が出てるのかなっていう感がしますね。なんかやっぱ変化球も良かったですよね。はい、またの機会に、はい、ぜひ、まあ、半年以内には絶対、いや3ヶ月、 3ヶ月以内にはまた、またね、覚えたと思いますので、はい、またお願いします。お願いします。また球場でもまたお会いしましょう。はい、お願いします。はい、お願いします。はい、というわけで、マイスペースゴルフィールドさんの、YouTube チャンネルと Instagram は、概要欄に続きますので、チェックよろしくお願いします。では、チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。